じゃあそれを上回ると思われる鈴木さんのやつを。そうですね、医学部というのは僕も未知の世界なので、ちょっと言葉慎重に選びながら頑張りたいと思います。はい、じゃあ聞いてみたいと思います。なかなか成績が上がらずイライラしているときにこんな電話がかかってきたら、あと30分は頑張れそうなコーリング。いつもごめんね。俺の体がもっと丈夫だったら君といろんなところに遊びに行けるんだけど、頑張って医学勉強して俺の病気治して、あと30分だから。もうダメだよ。おい鈴木ちゃん。すごいね、これ彼女は鈴木さんの、鈴木さんのために医学部に行こうと思って。いい話なんですよ、亀さんすっげえいい人なんです。いや、あんた全然元気じゃん今。僕の中のちょっと妄想ドラマみたいなものでは結構クライマックスシーン。そしたら亀さんね、そういう人がいるかもしれないからね。そうです、そうです。助けてくださいみたいな。某有名なあれみたいに、ね、助けてくださいひどいね。ボロボロだね。現実そんなぐらいの勢いかもしれませんが。そうそうそう、もう素敵なお話ありがとうございます。ああ、もう心温まるショートエピソードでした。じゃあこれでもう十分かな。いや、やっぱちょっと、僕の極悪っぷりも、今噛んだ。極悪っぷり。極悪っぷりを、じゃあ、極悪っぷりを。じゃあ、聞かせてください。行ってみましょう。なかなか成績が上がらずイライラしてるときに、こんな電話がかかってきたら、メスで八つ咲きにしてやりたくなるコーリング。イェーイ。乾杯。あ、俺生追加で。どうもどうもどうも。どうも、リコマイル彼氏の鈴木です。元気、元気。勉強はかどってんの？なんか俺と別れて勉強、はかどらなかったら俺のせいみたいな。まあそれはともかく、なに、あれあれ、もうすぐテストなの？なに、お医者さんになりたいの？女医さんになりたいの？そうなの。でも君がオペやってたら、俺、笑っちゃうな。笑っちゃってもう麻酔どころじゃねっつの。君の麻酔に恋したい。鈴木でした。最後困るだよ、いつも。最後失速していくんだ。やっぱり2個前の彼鈴木は強いね。強いね。ポイントはあれです。俺と別れたせいで勉強はかどらなかったらどうしようって本気で心配してるところです。たまりやこいつ。たったまりや。落ち込んでや、今、いやしないから。腹立つ。じゃあ、聞いてみましょうかね。はい、今日一番のコーリングはどれだったでしょうか、平川さん。今日一番はね、二個前かな、やっぱり。二個前の彼氏が出てくるだ、二個前の彼氏くんがですね、僕自身よりも評価が高いんですよ。高いね。なんか、鈴木さんが、その二個前の彼氏を一生懸命言ってるときに、手が細かく震えてるんですよ。見るとこ、そう。すごいなんか、緊張しているのか、それとも、違うんです。その中に入り込んでいるのか分かんないんだけど。興奮を抑えきれないんです。溢れてるカルマが。そうだったんだ。もうね、その手の震えがね、もう目に入ったらもう、ずっとそこから焦点が動かなくて目が離せない。目が離せなくて、そこかな、やっぱり勝因は。勝因は平川さんをも釘付けにしてしまう。震える指先、強いな。2個前の彼氏、2個前の彼氏鈴木は強いですね。あいつ一人歩きしてますからね。確かにちょっとね、怖い怖い。じゃあ2個前の彼氏鈴木の暴走を食い止めることができるようなコーリングお待ちしてます。はい、以上コーリングでした。はい。